鳥居本殿勝田霊神社は、宮城県勝田郡座王町宮にある神社である。縁起式神明朝において、明神大社とされた、式内社で、旧社格は、県社。郡内では最も大きな神社で、勝田郡総鎮守、伊達家家神片倉や総主護神である。白鳥大名人の別名がある。当社がある、勝田郡や隣接する、柴田郡では、白鳥信仰があり。 当社には奉納された白鳥の絵馬がいくつも伝えられている。また、境内に白鳥子被群がある。白鳥と日本穂高との関係については、該当記事参照。勝田霊神社の縁起では、勝田に宝誇ら白鳥と岩く腐舎ゆうり、旧富峰の神社とコースとなる。青祖山は、当時、大勝った山と呼ばれており、勝田霊社の由来となっている。 神奈ナガラモンには、霊神社の盾学が掲げられている。奈良時代養老5年に建軍された勝田軍の軍家が、所在する、白石川からの青蘇山の長望は、明良山と青蘇山の掃除法となっており、茨城県の筑波山に告示し、勝田霊神の最も古い信仰は、青蘇山を、新大山とするものであったと考えられている。柴田軍、勝田軍には、日本保高に関わる、 白鳥伝説を残す神社が数社あり、古伝承では、勝った偶社は、慶向天皇の第二王子日本穂高が統制を行った時、部は、勢い集ぐ魔法屋に死し、白鳥と化して飛び去り、止まったところに、白鳥明神を祀った、あるいは、陽明天皇の皇穴ほべ橋人王女が当地で、亡くなり、白鳥と化し、土地の人々が祠を祀ったとされている。 日本穂高の第二の市中愛天皇が、勝田軍を主に御事乗りして、白鳥が止まった、勝田の西山に社を建てさせたという伝承を記している。平安時代に入って、延暦20年に、坂の上の田村麻呂が、江戸征伐に際し、西宮で、東恵比寿の平定を祈願したところ、明年を追う墓港、バングは降伏し、残党は屠殺、放流された。ここにおいて、 将軍は、峰の神を西の宮の都の内に移し入れ、一社として開催した。峰の神社の遺跡には、薬師の木像を祀る将軍を設け、これにより山を薬師が学と名付けた。上岸11年5月26日の道の区国大地震による上岸津波に際しては、同年12月8日に、神田霊神24位した12月25日に、 再び十四インスターの真意が懲戒によって授与されており、当時、この大地震大津波を火山の脅威に禁止たる神儀であり、山の神の奮度によるものと介したためとされている。青蘇山が何らかの真意を示したものとは考えがたく、日本三大実力でいう、神田霊神は、座王の山頂付近にある噴火口周辺を指しているものと見られる。現在勝っただけに祀られる。 勝った霊神社の座王大権元社、奥宮と、後の尖った座王大権元を旅ぐは、祭神、座王大権元のみならず、天水分神、国水分神として、道の区国全域の天地の水を司る神として位置、続けられている。平安末には、源頼地か、源、義家、欧州藤原氏の庇護があったが、欧州藤原氏の滅亡によって庇護者を失い、 源の頼朝により、瓦礫左右に散漫して、足を入れるところなし、となったとされる。英少年中に、宮司の東孫佐藤正元が、京又の志を抱き、西宮は古道に属し、遊民旅客の便ならず、西宮を宮遊の西北に移している。文六年中に、再び交配するところとなり、豪民が規模を縮小して、勝者を再建している。 慶長5年、伊達政宗が白石城を攻め、片倉影綱を白石城主とした。影綱は、宮連蔵寺を別当寺と定め、社の後輩から一退社を起こすことを決意した。慶長16年、二代重長が先代の遺志を継ぎ、旧社を一掃して、初殿を一新した。広沈を仙宮同士とし、寺領二十国を与え、別当寺連蔵寺を、 片倉家の城西印福の寺としている。現在の本殿は、教法三連に、白石城主、片倉村宮により建立されたものである。社名は、峰野神社、白鳥明神、勝田神社、勝田霊神社、勝田霊神,神社、正一一白鳥大民神社、明治5年6月10日、豪社に列せられ、明治40年3月1日新鮮平白。 友も指定神社となり、さらに御大天の昭和3年11月9日、県警者に劣勢られた。母神戦争の敗北により、明治3年、旧白石城主、片倉小十六二則は、旧神154名を従え、胆国滅別軍へ移住し、片倉市の総主母神カッタレイ神社の御祭神である、日本穂高の御分霊を奉じ、彼地の妙剣稲社に合志し、 ほ別べ軍開拓の守護神とした。明治4年、社殿をほ別村あ浜70番地に新しく建立し、社名を、勝田神社と改称した。なお、山形県側にも、蔵王大権現、勝田霊神社、勝田霊神社がある。ありがとうございます。